おはようございます。レーゼント英語コーチの中尾正弘です。今日もですね、朝のビジネス英語勉強会私大学部に、やってまいりました。今朝のテーマはですね、またアメリカの、公共放送ラジオですねから、今日はですね、三つ星シェフたちがブラジルのサンパウロに集まって、食材の多様性について話し合ったという点ですね。日本もスーパーなどには人参、大根、あとはキャベツとか白菜とかですかね、もうだいたい同じような野菜が並んでいますけれども、あれはやはり廃棄したくないっていう店側の、計算と、あとはまあ消費者がそういったいつも見るものを買ってしまうっていうところにつながっているようで、なかなか、地域の最近は道の駅などありますけれども、その辺のところでは、そうですね、地域独特のものも多少ありますけれども、やはり、そういったスーパーで見られているようなものも、かなり多いようです。一部の地域では皆さん自分たちのために自家用に、作っていらっしゃったり、京都などではその地域のものが、地域のこう特産品として、料亭など周りのもの地域のローカルの店で、扱われていますけれども、なかなか、やはり消費に支えられないことには商業ベースにはなかなか乗らないというところもあります。今後、日本は農家の高齢化ももう随分進んでいますので、あと20年後30年後どうなっていくかというところも含めて、いろいろお話を先生方にお伺いしたいと思います。冷えてきました。というか風が強くて、かなり寒さを感じますけれども、